今日私は創世記5章21節から24節の御言葉を通して神と共に歩む道はどのような道かという題名で御言葉を語りたいと思います今日はこの創世記5章に記録されているアダムの経図の中で絵の具について見てみたいと思います今日の本文皆さんもよく知っておられる絵の具についての内容です絵の具は300年間神様と共に歩んでから死を見ず この立っった人です、ね、天にった人人でですすね天に変化した偉大な人であると聖書は語っていますではこの絵の具の変化の秘訣は何でしょうかそれは共に歩むということです同行神様と共に300年間共に歩んだために死ぬことなく変化して天に昇ることができたわけですまた今日の本文を見ても また創世紀の系図の本を勉強している方は知っておられると思いますけれども、エのクが神様と共に歩むことができた秘訣は、その息子であるメトシェラに関連しているということを見ることができます。今日、創世紀5章22節を見ると、エのクはメトシェラを産んで後と語っていますね。メトシェラを産んでから300年間、神と共に歩んだと記録しています。 なぜでしょうかこのメトシェラという意味の名前の意味は彼が死ぬと審判が来るという意味であります。ですからこの名前の意味は彼が死ぬとこの世の終わりが来るということです。このメトシェラ、ヘブル語を見てみるとムトという単語とシャラフという単語が構成されている単語なんですね。ムトというのは死ぬ また終わるという意味です。またシャラフというのは送るということです。ですから彼が死ぬと世の終わりを送るという意味があります。皆さんも勉強して分かると思いますけれども、このメトシェラが187歳に息子レメクを産みました。そしてレメクは182歳にノアを産みました。そしてノア600歳に 洪水が起こりましたねこれを合わせてみると969年になります。ですからこれはメトシェラ969歳の時に洪水が来たということを意味しています。聖書を見るとメトシェラは969歳の時に死んだと語っていますね。ですから洪水が起こったその年に死んだわけです。それが何で重要なんですかという人もいるかもしれませんけれども。 セデール・オーラムというユダヤ人の昔結構時間が経っている本があるんですけれどもその歴史書を見ると969年の2月10日に死んだと語っています創世紀7章11節を見るとノアが600歳の時2月17日に その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂けて天の水門が開かれたと語っていますね。ノアの600年、第2月の17日に洪水が起こったということを聖書は記録しているわけです。ですから、洪水が起こる1週間前にメトシャラが死んだということを知ることができるわけです。洪水が起こる前にですね、1週間前にノアに箱舟に入ることを命令されました。 ですから、これを総合的に見てみるとですね、神様が江の国に現れて、あなたの息子が死ねば洪水が起こる、審判が来るということを教えていたわけですけれども、メトシェラと名前を付けて、そして暮らしていたわけですけれども、歴史の記録を見てみると、本当にメトシェラが死んだとき、その1週間後に洪水が起こっているということを聖書は語っているわけです。その当時の審判が起こったということです。 ですから、エのクは神様と共に歩んだと見ることができるわけです。なぜならば、啓示を受けたからです。自分の息子が死ねば世の終わりが来るということを悟ったわけですね。知っていたわけです。そのメトシェラの中にその啓示の意味があるわけです。息子の名前を呼ぶたびに世の終わりについて考えたでしょう。そして、そのたびに私はしっかりと神様の御前に歩もうと。 罪に打ち勝って神様と共に歩むことができたわけです。この共に歩むということは自分自身の意志を他の人に属すること、任せることを意味しています。自分の考え、自分の意志を捨ててその神様に100%従うことを意味しています。絵の子はどうやって ててて自分の意思を捨てて神様に従順ししたでしょうかそれがこのその答えがメトシェラにあるわけです。世の終わりに対する審判に対する意識があったからこそ共に歩むことができたわけです。今日私たちで言うならば私が死ぬ前に主が再臨するとそういう信仰を持って暮らしていたということを意味しているわけですね。 それが実際にそうなるかならないかは私たちに関係しているわけではないわけです。ただ神様に属するわけですよね。しかし、本当に信仰,で信仰によって暮らそうとするならば、そういう意識を持って暮らさなければいけないということです。自分の第にですね、世の終わりが来ると、主の再臨があると。そういうことを信じながら、 生きていくことそういう信仰がある,こそあるからこそ神様と共に歩むことができるわけです。アモス三章三節を見ると2人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうかと語っています。ですから神様と絵の具は一つとなったということです。同じ心同じ意思を持って暮らしていたということです。ではこの世の中で私たちは暮らしながら堕落した人間が神様と共に 同じ意志を持って同じ身心の中で暮らすことはできるでしょうか自分の御心を捨てて、意志を捨てて、神様に即して歩むことはできるでしょうかそれが可能,な可能なことなんでしょうか特にイザヤ55章7節から9節を見ると、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事とを捨てされ、主に帰れと語っています。それが秘訣です。 主に帰るのが秘訣なんですね。自分の考え、自分の道を捨てて神様に帰ること、そうすれば主は憐れんでくださると語っています。そして、えー、豊かに許してくださると語っていますね。8節から見ると、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだと。 旧説を見ると、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高くと語っています。天が高いように、神様の道も、人間の道とは全く違う道であると語っています。その神様の道を歩まなければ、私たちは神様と共に歩むことはできないわけですね。では、どのようにして、私たちがその神様の高い道を 歩むことトはできるでしょうか神様と共に歩むことがはできるでしょうか皆さん、一緒に考えてみるべきだと思います結論的から。結論的に言うと、私たちの人間の力ではできません。堕落した人間は絶対に不可能なんですね。しかし、しかし、神様の働きによって、この世の中の道を捨てて、神様の道へと歩むことトはできるならば、そうすれば、 共に歩むことはできます神様の恵みによるものなんですね。今日私はこの内容について見てみたいと思います。まず一番目。荒野の道が共に歩む道でした。荒野の道が神様と共に歩む道でした。荒野というのは水がない場所であります。人が暮らすことのできない場所が荒野です。そういう荒野で選ばれた イスラエルの人々を導かれたわけですね。イスラエルの人々はエジプトでエジプトから出してアラノに導かれました。もともとカナンに入る道はアラノを通過しません。その当時、エジプトからカナンの地に行く道が3つありましたね。海辺の道と、またシュルに行く道、また えー、セイル山に行く道、3つの道があったわけです。この3つの道を、えー、通るのが普通の道なわけです。ですから、イスラエルの人々はエジプトから出て3つの道のうち1つでも、えー、通過していくんだろうと考えるわけです。えー、神様はその海,海辺の道を行くとペリシテ人が暮らしているからそこの道には通らせないと。 語ったわけですじゃあ人間的に見るとシュルの道に行くんだろうとでそこもダメだと言われてその次にセイルさんの道だと思ったわけですねイスラエルの人々はしかしその道にも行きませんでしたどん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 下に行くわけですそうした時にシュジプトキ14章2節にこう語られましたよねシュジプトキ14章2節を見るとイスラエルの人々に引き返すように家とそしてミグドルと海の間にある ピハヒロテに面したパール・ツファンの手前で宿営せよと語っています。ですから、もうすでにですね、セールさんに行く道の前に来ているわけです。しかし神様はそこからまた引き返すようにと語られています。人間の道ではなく、他の道に導かれたわけです。その導かれた場所が航海の前なんだというわけですね。人間が、普通の人々が使う道を捨てて、 道のない場所に導かれたわけです。それが神様と共に歩む道でした。そこに行かなければ、エジプトの軍隊がもう二度と、えー、妨害することができないように、神様と共に歩むことができるように、えー、してくださったわけですね。神様の民として、えー 区別されるように後悔の道を渡らせてくださったわけです。人間の考えでは不可能ですね水の前。水の中に入れと命令されているわけです。後悔の中に。しかしその道が神様と共に歩む道でした。先ほども言いましたけれども、神様の考えとは,考えは私たちの考えとは違うわけです。 天が高いように私たちの考えとは全く違う考えであるわけですね。目示録、中二章、六節を見ても最後の時この、えー、太陽を着た女が、えー、荒野に導かれると語っています。中二章、六節を見ると女は荒野に逃げた。そこには千二百六十日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があったと語っています。荒野が 世の終わり、最後の避難所なわけですね。酒どころなわけです。人々が行こうとしない場所、行こうとしない場所なんです。神様の知恵の中で人間が行かないところを避どころとしてくださるわけです。そしてそこに導かれて、そこで私たちと共に歩んでくださると約束されているわけです。愛する皆さん、この 教会が荒野であります世の中と区別されている場所であります世の中の人は教会に行こうとしませんそうですよね教会に行って何するんですかというわけです教会に行ったらお金くれるんですかしかし神様はそういう場所に導かれてそこを避け所として私たちと共に歩まれるわけです2番目に幕風の中で共に歩む道がありました 幕府の中に道がありますマタイ13章やヨハネ6章を見ると5つのパンと2匹の魚の奇跡を行われました起こされましたね。男の人だけでも5,000人の人を満たしてくださいました。その次にイエス様が行われたのは弟子たちをいきなりですね弟子たちを催促して早く船に乗って出ていけと言われたわけです。 また14章21節を見ると、えー、食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであったと語っています大体いいみんな合わせれば2万人ほどになるわけですねそして22節を見るとそれからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせその間に君主を返してしまわれたと語っています皆さん理解できますか 2万人という多くの人を送るわけです。そのすべての働きをイエス様一人でするわけです。私だったら弟子たちきれいに片付けて私は休むと言うかもしれません。しかしイエス様はどうですか私が片付けするからあなた方は早く船に乗って出て行けと。早く船に乗せて出したわけですね。なぜそうされたのでしょうか その、えー、答えはですね、ヨハネによる福音書に記録されています。ですから、この4つの福音書はですね、一つ一つ観点が違うために、えー、マタイやヨハネ、同じ事件であったとしても、他の観点から記録しているため、それを一緒に総合的に見なければいけません。ヨハネ6章、15節を見ると、こう語っていますね。 そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知ってただ一人また山に退かれたと語っています。この5つのパンと2匹の魚のこの印を見てから人々が王王としようとしたと語っています。そして16、17節を見ると夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み ハペナムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたと語っています。ヨハネはイエス様が急いで船に乗せたことを記録していませんまたマタイはその人々がイエス様を王としようとしていたことを記録していませんですからそれを総合的に見るとイエ,ス様をです、ね、イエス様をその奇跡を見てイエス様を王とすればあ一生困らないで暮らすことができると。 考えて王としようとしたわけです。イエス様を信じているのではなく、ただ単に自分の腹を満たすために王としようとしたわけです。ではなぜイエス様はその時船に乗せたんですかこの王としようとした人々の思想に戸惑わされないようにするためでありました。弟子たちを区別されたわけです。イエス様を自分の腹を満たすための手段としようとするそういう思想はですね、 危険な考えでしたこれはエサウのように霊的な祝福には全く関心もなくただ自分の腹を満たそうとさせるよく、えー、食べてまた金持ちになろうというそういう物質的なものだけを求める者たちの考えでしたですからこのような人たちと共に弟子たちを一緒にするならば弟子たちが惑わされるとですから 爆風が来ることも知られながらも弟子たちを船に乗せて送ったわけです。世の中にある間違った思想や間違った信仰、間違った考えに惑わされるよりもまだ爆風に送った方がいいということをイエス様は判断されたわけです。その幕風の中には主が共におられるからです。イエス様が水の上を 歩いてですね、その船に乗ってくださいました。主が共におられるから、幕風の中でもそこが平安な道であり、酒どころであり、そこがまた祝福の道となるわけです。イエス様がおられる場所が。愛する皆さん、この世の中のただ平和な道だけを求めないでください。そこには主がおられません。私たちの主は荒野におられます。また海の中におられます。 幕府の中におられる方です。祈る者と,と共におられるという方であるということを信じてください。そこが神様と共に歩む道であります。ピリピ3章19節を見てください。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですと語っています。自分の腹が、自分の欲が、 神であると語っています。神様をただ利用しようとしているわけですね。そういう神とそういう人は神様が共に歩まれません。ですから、主がですね、私たちを急がせて、この、えー、教会に、この船に乗せてくださったわけです。幕風の中でも共におられると約束しているわけです。人々はこう考えます。主が送った船だから、 安全であり、何も問題のないと思うかもしれませんけれども、そうではないわけです。聖書を見ると、そのイエス様が送られたその道にも幕府がありました。世の中の人々が行こうとしない道であります。しかし、そこに神様が共に歩まれていたわけですね。私たちがこの幕府の中で、えー、味わう苦しみはですね、 その多くの人々と共に世の中の思想や世の中の考えに惑わされるよりもましだということです。その人々と一緒にいれば、その思想に惑わされて永遠な世界を失ってしまいます。天を失い、神様を失い、結局は滅亡の道へと歩むことになるからなんですね。 第2コリント4章17節から18節を見ると今の時の軽い観覧は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです私たちは見えるものにではなく見えないものにそこそ目を止めます見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからですと語っていますね最後の3つ目に 火の中に神様と共に歩む道があります。これはダニエルの友達に対する内容であります。レブガデネザルが大きな空像を作って、その像に拝まなければ火の中に投げ入れると語りました。しかしダニエルの友達、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、 これはすべてその命令を拒んで火の中にでも私は入ると空蔵には拝まないと語りましたねダネル3章23節を見るとシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだと語っていますしかし25節を見るとまた王は言っただが私には火の中を 縄を解かれて歩いている4人のものが見えるしかも彼らは何の害も受けていないと第,4のものは姿第4のものの姿は神々の子供だと語っていますね確かに3人の人を投げ入れたわけですけれども4人が見えたと神のこのように見えたものが1人,もうい,た1人いたと語っていますこれはどういうことでしょうか私たちの主が 神の御子であるイエス・キリストがその炎の中にその3人と共におられたということを意味しています。この日が私たちの酒どころであり神様と共におられる場所であるということを意味しています。その炎の外はどんな場所ですか偶像崇拝の場所です。炎の外で生きているというのは偶像崇拝にして その偶像に拝んでいるということですね。結局は永遠なる滅亡へ向かう道であったということを意味しています。神様の命令に従わず、偶像を崇拝する者は神様を逆らって滅びに至るものであります。ですからこの3人の人は、えー、唯一主と共に歩むそういう火の中に入っていったわけです。そそしてそこで 主と共に歩み死を見ずに出てきて神様と共に歩むそういうチャンスを受けたわけですねでは皆さん今日この御言葉を聞きながら皆さんどうですか大変ですよね荒野に行かなければいけないし火の中にも行かなければならないしまた幕府の中にも行かなければならないと 誰が神様と共に歩もうとします,するでしょうか大変ですよね。こういう道を選ぶこと大変なわけです。自分と自分の家族と全ての信徒を連れて火の中に入ろうとできますかこのメッセージを準備しながらこうやって説教すれば。 誰が教会に出ようかと、そういう考えも起こったんですけれども、私はですね、自分がそうすることができるかということではありません。私たちをもうすでにそこに導いてくださっているということを私たちは悟ることができます。もうすでに私たちはその神様の道へと歩んでいます。この世の中で、アメリカで、またこのニューヨークで、よく暮らして、 いますけれどもアメリカでですね全世界の、えー、暮らしている人は上位2%のようなものです。でもそういうのが重要なんではなく私たちはすべて世の中から、えー、区別されようとして信仰生活をしています。孤独な道でもありますしまた祈る道でもありますしまた心配事の多い道でもあります。しかし神様はその道へと導いてくださっています。もうすでに。なぜですかそれは神様と共に。 歩むためですね神様が私たちと共に歩むことを望んでおられるからです。ですから私たちをこの道へと導いてくださっているわけです。各自、アメリカに移民して、またいろいろな問題もありますけれども、その中で神様が共におられるということを信じながら、今この進んでいる道、またここにいるこの教会が、 私たちの家庭が主が共におられるその道であるということを信じて最後まで忍耐して歩む皆さんとなることを忍びをもて祝福いたします。イザヤ43章2節を見ると「あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり川を渡るときもあな,たをあなたは押し流されない」「火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない」と語っています。 これは皆さん逆にして考えてみてください。水や火の中に行かなければ神様と共に歩むことはできないという意味です。必ず水の中に火の中に入らなければいけません。そして信仰,せ信仰生活をするすべての信徒は今もうすでにこの道に入っているということを信じて主が導かれるままいつもアーメンと告白しながら神様に 神様の前に歩んでいく皆さんとなることを主皆を守って祝福いたします。このイザヤ43章2節を見てましたけれども、10節を見てください。10節あなた方は私の承認、私が選んだ私のしもべであると。これはあなた方が知って、私を信じ、私がそのものであることを悟るためだと。私より先に作られた神はなく、私より後にもないと語っていますね。その理由は、 私たちを皆さんを主の承認とするためであり、主のしもべとするためであります。そのためにこの道へ導かれたと語っています。この道を行かなければ、歩まなければ、えー、私を信じることはできないと。またその方であること、神様であることを悟ることはできないと語っています。イエス様も同じように語られました。ヨアネ8章24節を見ると、それで私はあなた方が 自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのですと語っています、ね。堕落した人間がイエス様をたやすく簡単に考えて信じることはできないと語っています。人、またその水の中に歩まなければ神様が神様であり、あの方が主であり、 どうやって暮らさなければいけないのか神様に恐れを敬いながら暮らすことができるようなそういう働きが私たちに与えられるということです。水や火や爆風の中に導かれて私たちを低くしてくださり 謙遜なものとしてくださり、神様と共に歩む資格のあるものとして作り上げてくださるわけです。ですから私たちは皆さん感謝しなければいけません。どんな苦難の中でも感謝し、神様に栄光を表してください。そして絵の具のように神様と共に歩み変化の祝福を受ける皆さん,皆さんとなることを、主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。聖なる主の日私たちをこの世の中に捨て,れず捨てられず、 私たちを神様の愛の中にまた恵みの中に導いてくださりこの教会へと集わせてくださり礼拝を捧げることができるよう導かれ感謝いたします今日も与えられた御言葉を心の中に抱きながら決して不平不満を言わずどんな道へと導かれるにしてもそこが酒どころでありそこが神様と共に歩む道であるという確信の中,に中で 神様の前に感謝を持って栄光を表す信徒となることができるよう導いてください。この道が孤独でありまた苦しくあらゆる試練があったとしてもそこには必ず目的があるということを悟りました。最後までしっかりと信仰を 守り続けることはできるように導いてください。また家庭ごとに祈るために答えが与えられますように、神様が共におられることがおられる祝福が与えられますように。また神様の栄光を望み見る信徒となることはできるように導いてください。また私たちの教会が神様と共に歩む教会となって、死を死に打ち勝ち、世の中に打ち勝ち、罪に打ち勝つ教会となることはできるよう祝福してください。必ず。 なしてくださることを信じてイエス・キリストの目のによって切にお祈りいたします。アーメン